九州北部地方はさらに強い寒気が流れ込み、明日朝にかけて警報級の大雪になる恐れがあります。気象台によりますと、福岡県と佐賀県で明日正午までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで山沿いで20センチ、平地で10センチと予想されています。今夜から一段と強い寒気が入り込み、明日朝にかけて警報級の大雪となる恐れがあります。博多駅です。雪が舞う中、いつもとは違う通勤通学風景が広がっています。渋滞がすごかったです。普段は20分ぐらいで着くんですけど、1時間ぐらいかかって現在通行止めとなっているのは、福岡と北九州の都市高速は全線、九州道は小倉東から八幡の間と福岡から八女の間、大分道は全線で長崎道の一部です。また今後の積雪次第で国道3号の一部でも通行止めが検討されています。